どうも、こだまるです。キータロです。まあ、キータロ TMI とか、まあ、キータロの TMI というか、まあ、最近、まあ、日本のさエンタメ界というかアイドル界というかさ、結構衝撃なニュースが立て続けにあってさ、推しとは何かとかさ、その推す、まあ、アイドル推すとは何かみたいなことを考える機会になったよね。そうだね。いや、結構衝撃的だったよね。私、まあ、もうさすっごいキータロさん濁したけどさジャニーズのことじゃんまあそうね。なんかさ、ちょうどさ、その発表された時、確か金曜日の11時だったと思うんだけど、ちょうどうちはさ、その収録始めようとしてたじゃん。うんうん。で、ズームつないで、そしたらなんかさ、この丸がボソッと、大丈夫なみたいな。先にニュースを見たこの丸が、大丈夫みたいになって、何々ってなって、一気に気分ズーンとなって収録全然できんかったよね。そうだね。ちょっとその話題で持ちきりだったもんね、その後ね。そう、もうざわつきがね、止まらんくて。なんかやっぱりさ、アイズルオタクをやっててさ、ああいうのはもう人事じゃないよね、なんていうの。まあもちろん当事者ではないから、うん、なんかその皆さんの気持ちがわかるわけではないんだけど、ね、いつか終わりが来るものじゃん、アイドルって。うん、なんか押せる時に押せってよく言うけど、マジそれなだし、うん、でもにしてもみたいなところはあったよね、今回はね。いや、そうな、にしてもないよ。まあ、こういう話するのもあれだけどさ、やっぱね、ほら X1 がさ、やっぱりほらこの丸にとってはさやっぱなんかほんとさ、この丸なんてさ、ほらめちゃくちゃ押してたウソクがいる X1 がさ、まあ衝撃的なね感じになってさ、だから本当、うん、一言じゃないのさ、もう身に染みてるっていうかさそうだね、儚さもあり、でもそれでもなんかアイドル好きだから押すよね、押しちゃうよね、ずっと。そうだね。でもなんか今回のは X1 はなんか段階があって、そもそもデビューの後になんか操作してんじゃないってなってからの、なんかこれすごいまずい感じだなのやつはなんかあったから、すごいめっちゃびっくりっていう感じではなかったよ。すっごい驚いたけど、この今回の方が驚くと思う。なんか結構なかったじゃん、その事前の情報がなかったじゃん。そうだね、前触れなしだったもんね。そっかそっか、確かに X1 は結構段階があったもんね、ニュースも出てたしね。そっか、確かに衝撃的にはそうだね。今回は何の情報もなくいきなりだったからね。常に全力で、まあ皆さん全力でね、常に押してると思うけど、なんか後悔ないように、まあ後悔ないようにって言っても後悔するんだけど、もうこんな感じだったらね。わあ、むず。でも、ほんと、花道だけ歩いてほしいね。じゃあ今日はママ2022のセカンドラインナップが公開されたので、そちらの話していきます。まあ、今回ね、第2弾として12組かな出演が公開されて、まあうちら的にはやっぱり INI とルセラがさ、ラインナップで公開されたのがすごい、よしって感じだよね。そうだね。なんかちょうどさ、第1弾のラインナップ出た時にさ、動画も出したけど、まあ、INI は？ルセラは？みたいなこと言ってたけど、うんうん。めでたく、無事ね、どちらも出演決定して、まあ、ちょっとね、半分分かってた部分もあったけどね。そうだね。出るよねみたいな。そうそうそう。まあ、出なきゃ怒るよみたいな。まあ、まず今回はさ、その前回も、このママの動画とかで言ったけど、2日間に分かれててさ、そう、1日目と2日目で、まあ、ラインナップが違うじゃん、出る方々が。で、ルセラが1日目で、2日目に INI か。で、なんかさ、JO1 と INI がさ、そのママはさ、去年、まあ、1日しかなかったから、なんか、レン君とマサニーのさ、映像だったけど、共演があってさ、すごい、おーって、わーってなったじゃん。お祭りじゃーみたいになったじゃん。そうだね。ちょうどいい流れで、ね、INI からコラボ JO1 っていう流れだったもんね。そう。だからそういう、ね、確かにあれがすごい良かったからさ。ね、なんか、またコラボと思ったけど、やっぱ、まあまあ、火変えてきますよね。そうなんよ。だって、やっぱ日本の知名度で言ったら JO1 と INI ってね、高いからさ、分けてくるよね、うん、そりゃ、みたいな。そうそう、分散させるよね、みたいな。うん。でもさ、やっぱりママってさ、やっぱトップアーティストしか来ないからさ、もちろん新人賞を取るような方々もね、そう、参加されるとは思うんだけど、その、ケイコンとはやっぱちょっと違うのはさ、トップの方が出るみたいな。大御所というか、今売れてる人たちが出るみたいなさ、イメージがあるから、なんか、ラインナップ見てやっぱちょっと強ってなるよね。うん、そうだね。セカンドラインナップも揃って、結構熱い面々だもんね。うん。でさ、やっぱりその、まあ、繰り返しにはなるけど、去年はさ、まあ、映像でさ、配信っていう感じだったけど、今回はもう大阪ドーム、まあ、京セラドームでさ、もうリアルで開催だからさ、うん、ドームでパフォーマンスするって考えるとやっぱ熱いよね。確かに、そうだね。なんかさ、一回 INI だったら、野球でさ、東京ドームだっけ？そうだよね。うん、始球式やって、サジがパフォーマンス曲も披露して、みたいな感じだったけど、まあ、東京ドームではないけど、ドームのところになんか立つってなんかエモいよね。
ね、前回そう野球の時はグラウンドでさ立って、うん、グラウンドに立ってパフォーマンスだったけど、今回はちゃんとしたステージだからさ、うんうんうん、ここが俺のステージだからまあ単独ではないにしろすごいいいさ機会だよね。そうだね。うわでもどういうステージになるんかね。なんかさ、ママといえば演出がすごいじゃんやっぱり。そうね。なんかやばいやばい、ちょっと私急にテンション上がってきた。なんかいや思うんが、大体さその事前の映像があるでしょ、僕たちの未来みたいなさ、うん、それしか言わない私いつも。事前の映像の時僕たちの未来しか言わんからさ僕一生僕たちの未来だよねね、わざわざさ、なんだ、そのママ特別にさ映像撮ってくれて、それを流して INY パーンってなって、下からさせり上がってくるんやろ大体そう、なんかすごい豪華な感じでさ出てくるから、いやーやばいよ、うん、もしかしたらさバックダンサーとかつけてくるかもしれんよ。あーそっか、そういうのも考えられるね。そう、なんかコンセプトが決まってて、なんか例えば、まあ、一昨年ぐらいかな、イッチーとかはもうほんと教室みたいなセットで、もう机とかもちゃんと置いてあって、それでさいろいろなんか学校内で学園内で騒ぐみたいな感じのコンセプトとかやってたり。へー、てかそうだよね、なんかイッチーの話で言ったらさ、去年なんならあのイカゲームの俳優さんとなんかやってたわ。あーそれはなんか記憶にあるね。だからそういうなんかちょっと変わった演出っていうか、やっぱ普段見られない演出みたいなのが、うん、INI にそれがでなんか落としてもらえるかって言ったらちょっと分からんけど、でも絶対こう今までにないパフォーマンスにはなるような気がするね。そうだね、去年は去年でさ、まあね、映像ではあったけど、そ船の上とかさ、うん、戦場で、戦場パフォーマンスだったから。いやでも戦場のパフォーマンスめちゃくちゃかっこよかったよね。そう、めちゃくちゃかっこよかった。なんか美術とかもすごくてさ、うおーってなったもんね、うん、そう、衣装もよくて、だからまあ確かにパフォーマンス演出面でも確かに期待できるね。いやそうだね。いやてか私衣装って聞いても、衣装も絶対新しいやつだと思ったらもうやばいやばいね。そうだね、やっぱり年末の祭典だからね。あとルセラフィムもさ、今回パフォーマンスアーティストで呼ばれてるけど、まあ、同じくニュージーンズもいたり、エミックスもいたり、うん、まあ、もちろんファーストラインナップでさアイブ、ケプラーってやるから、なんかさ、うん、まあ、誰が取るかちょっとアイブかなっていう感じはするんだけど、でもなんだろう、そもそもさこういうやつって新人賞ノミネートというよりは受賞する人、あのベストニューフィーメルアーティストで、うん、トロフィーもらう人じゃないと呼ばれんような気がしてて、なんかさノミネートはしてるけど呼ばれてないっていうパターンって結構あるじゃん。そうね。でも今回呼ばれてるから意外と誰が取るかわからんみたいなとこあるね。そうだね、なんか候補的な候補はもう全員出てくるからね。うん、もう勢ぞろいしてるからね。いやー面白くなってきたね。うんでもやっぱりアイブとルセラ日付変えてきたね、日程。確かにそうだね、なんかあるんかね、うん、意図的な何かがね。揃ってるとこ見せてよみたいなあと20はさ今年初めてのママだよね。うん、多分そう、去年いなかった気する。ねえ、なんかさすごいね、なんか20も結構さ特別なパフォーマンスになったりするかもしれない。あーそうだね、楽しみだってさ。なんか今までだったら韓国で開催とかさ違うところで開催して日本のスタジオで撮ってそれを映像で流すみたいなのが多かったじゃん。うんうんうん。でも今回は日本で開催だからちゃんと韓国のスタッフとかも来てて、カメラワークとかも絶対いいじゃん。そうだね、だから最高の状態ない、いわゆる確かに、いやそれは本当そう、めちゃくちゃ期待できるもんね。そう、照明も良ければ衣装もいいしカメラワークもいいみたいな、なんかそういう感じになりそうだから、うん、そう、私ほら20はね個人的にはねちゃんと好きだから、え、めちゃくちゃ楽しみだね。確かに、そっかそっか、20いいね。ね、あ、サーボーって感じだよね。確かにヤギボーヤギボーは欲しい。いやでもヤギボー協賛らしいんよ、なんかママ。あ、そうなんだ。うんうんうん、うん、そう、あれなんだね、きっとさヨギボーさ お試しのブースとかあるねきっとねそしたらあるかもしれん、あるかもしれん。あとうちら的にはさ、あのヒョリン姉がいるっていうのがさ結構熱いよね今年ね、クイーンダムで大好きになったヒョリン姉ね。いやそうだってさ、ヒョリン姉何がいいってステージやばいからさ。いやマジでマジでやばいよね。いやそうそうそう、実力のエグさがさ、マジ実力のエグさだったから何も言ってないもはや。わかる、クイーンダム2なんか途中までずっとヒョリンダムって言われとったもんねそうなん、しかもソロでやってるのがエグすぎて、うん、なんか尊敬でしかなかったもんね。そうだね、ステージのね女神って感じだったから。え、だからさ、あのママの大きなステージでまたすごいさダンサー連れてきてすごいさことになるんだろうね。そう、トロピカルな感じでもうそれな一気に南国に変わるんよそれクイーンダムだからヒョリン姉さん、ほら
お花選ぶときさ床置くからさお花ちょっと懐かしいわ、私忘れとったマジで。それさクイーンダム見てる人しか分からんやつで、めちゃくちゃピンポイントだよねそう、クイーンダム見てらっしゃった方覚えてますか元気クイーンダム忘れないで一話せよでもあとはさ、そもそもこのセカンドラインナップでこの出演アーティストは終わりなんかね。そんなことないかさすがに。あーどうだろうね、でもそうだね、まだまだいらっしゃるんじゃないかな。でも結構これでもさかなり豪華だし、なんかさそのママってさ授賞式だから、うん、トロフィー渡したりする時間もあるし、全部がステージってわけじゃないじゃんね。うんうんうん、だから 3,4 時間使うとして、そんななんかたくさん披露する時間あるみたいな。うん、あーでもそう考えたらこのラインナップで終了かもしれんね。うん、どうなんだろうね。なんかさファーストラインナップがさ2週間前に公開されて、で今日セカンドラインナップだから、うん、もうさ2週間後ってもう本番っていうか当日ぐらいだからもうそう感覚的にはさ、まあこれで最後もうギリギリになってもさあれだからさ、うんうん、まあこれかもしれんね、これが確定かもしれんね。あでもさ思ったんが、もう K-POP もさ結構そうヒョリンネとかはめちゃくちゃさなんか大御所感というかベテラン感あるけど、なんかうちらが最初に K-POP 好きになった時期になんかデビューした人とか割と新人だったなっていう人たちがもう本当にスーパー売れっ子みたいになってて、すごいなと思って時代を感じるというか。確かに、なんかもうそのママのさメインアーティストっていうかね、うん、もう K-POP の代表みたいなになってるのは確かに感慨深いね。そう、まあスキーズ TXT とか、うん、マイナイフもそうだしトレジャーとか、うん、ね時代なんか早っと思ってそうだね。あとはすごいもう続々と出てくるね、やっぱりアーティストが、うん、そうだね、まあ、そんな中 JO1 とか INI とかがなんか当たり前にいさせてもらってるのがなんかすごいよね。まあ、それはさもちろんさ CJ のさ系列のやつだからそうなんだけど、うん、にしてもやっぱさ出れるのなんか嬉しいよね。うん、いやめっちゃ嬉しいね。で以上でね、今回はママのセカンドラインナップのアーティストについて話してたけど、てかもう11月末じゃんみたいなもうすぐじゃんみたいな。そうなん、もうだって11月半ばになるでしょ、もうすぐで。うん、すぐですよ。そっか、なんかママがもう終わったら私はもう結構年末終わった感あるんよもうあかり良いお年をだよね、もうね。うん、寂しい、終わらんでほしい。ママ私大好きなんよね、マジで。うん、確かにママやっぱ特別感あるもんね。そう、あの派手な演出、派手な衣装、みんなのねゴージャスなギラギラの、うん、うん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 、そう K-POP の衣装大好きだから、うん、そうあれをなんか見れて、ああ豪華だなってなるのがマジで、うん、ほら、まあ、すごいキータロさんさ紅白オタクだけど、私は多分ママが好きなんだと思うママにだから年末を感じるってことね。そう X1 殿下ねねえ、そんなこと言ってんの、世界でこなまるだけだよそんなことないよ、残党のボニーとかおるやろ多分残党だね。いてもだって出れるわけないって言ったらごめんねけどどうやって出れるのニュースにするならもんね、そんな噂がなってよ噂にまあだからさ、次の新しい情報が楽しみだよね。そうだね